どうもこんにちは。時代劇や刑事ドラマ、ホームドラマなど、いろんなジャンルの作品を魅力的に作り上げ、幅広い世代のファンを虜にした昭和の大スター。そこで今回は、昭和のハンサム俳優を10名、ランキング形式で紹介していこうと思います。第10位は、赤木慶一郎さんです。日活第4期ニューフェイスとして、日活へ入社します。石原裕次郎さん主演の紅の翼に群衆の一人としてエキストラ出演し映画デビューを果たします。その西洋的風貌や大敗的な雰囲気がこれまでの日本人俳優にはない個性として評判を呼び、トニーの愛称で主人公の弟分や準主役級として出演するようになりました。この愛称は1950年代から1960年代にかけて人気のあったハリウッドスタートニー・カーティスさんにどことなく風貌が似ていたことが由来だそうです。すっぱだかの年齢で初主演を果たし、清水の暴れん坊と鉄火場の風で石原裕次郎さんとの共演でこれらの映画が評判となりました。その後拳銃無頼帳シリーズなど20本以上の無国籍アクション映画に主演し、日活のアクション俳優としてタフガイ石原裕次郎、マイトガイ小林旭に続く第三の男と呼ばれました。その風貌から和製ジェームズ・ディーンとも言われました。また無敵が俺を呼んでいるでは少年時代からの憧れだったという船乗りを演じ、マドロス姿が最も様になる日活俳優とも評価されました。人気俳優の仲間入りを果たしますが、いいことばかりではなく、赤木さんはこの頃から撮影スケジュールに追われるようになります。少しでも通勤時間を減らすため東京調布市の撮影所付近に住んでいた山崎達夫撮影所長の自宅に間借りしましたが、目覚まし時計を3個使わないと起きられないほど寝不足に苦しんだそうです。同期の野呂圭介さんによると、あの頃の赤木は撮影の合間に少しでも時間があると部屋の隅に座り込んで仮眠をとっていた。そんな状況でも NG を出さないことを信条にしていた彼はスタッフの誰からも愛されていたと語ったそうです。 SNS 上では、男らしいので大好き、まさに和製ジェームズ・ディーン、私が中学生の時に亡くなってテレビを見ながら泣きました、大好きです、赤木慶一郎さんとの声が見受けられました。第9位は加藤剛さんです。加藤さんはもともと俳優になろうと思っていたわけではなく、何か演劇や映画に関係する仕事ができればいいかなと思っていたそうです。高校の時柔道部に入っていたが、先輩が演劇もやっており、お前も手伝えと命じられ舞台に立ったのがきっかけだったそうです。大学4年の時20倍の難関を突破して俳優座養成所に入ります。同期の横内忠さんは養成所で加藤さんと初めて会った際、その美男子ぶりに驚いたと言います。欠点のない男、こんな二枚目がいるんじゃかなわないと思ったと振り返り、先輩の平幹二郎さんは中台達也さんがいる限り劇団で上に行けないと思ったように、僕も加藤剛がいる限り上には上がれないだろうと横内さんが後に俳優座を退団する決意をするほど存在が大きかったそうです。また不思議な縁ですが、加藤さんは大岡越前を主演、横内さんは暴れん坊将軍で同じ大岡役をレギュラー出演、同じ役で共演しているつもりで演じていましたよと回想したそうです。大岡越前は長年にわたる当たり役で、 TBS テレビ月曜8時の看板番組として1970年から水戸黄門、江戸を切る等とローテーションを組みながら足掛け約30年間、2006年の最終回スペシャル版を含めれば36年間にも及ぶ長期にわたり主演し通しました。タバコは吸わず酒も飲まず、
ギャンブルとは無縁である加藤さん、家族でいる時間をとても大切にしており、京都で撮影があっても必ず週末には自宅に帰り、子供を肩車をして家の中を回ったり、庭でかけっこをしていたそうです。長男で俳優でもある夏原亮さんは、声を荒らげて怒ったことは一度もありません。いい俳優になるということよりも、人間として上質であること、人間として美しい生き方をすること、人に恥じない生き方をすることを常に優先していたんじゃないかと思います。あれだけ嘘がない人はいないですね。人の悪口を言ったことは一度もなく、常にいい部分を見ていました。だから僕も怒られたことがなかったのかもしれません。自分のやっていることと役のキャラクターが見事に一致した稀有な例ですよね。いい人の役をやっている人が本当にいい人とは限らない世界ですから。父は大岡越前そのものでしたよと人柄を伝えています。 SNS 上では、渋いところが格好良い、彼はずっとハンサム、落ち着いた、あの雰囲気が良かったですとの声が見受けられました。第8位は竹脇無我さんです。アナウンサー、ニュース映画解説者をしていた竹脇翔作さんの三男として生まれます。父翔作さんの自殺、元ラジオ関東アナウンサーの長兄竹脇よしみさんの半失明状態、さらには次兄竹脇誠さんが脳腫瘍のため18歳で早世するなどしたために、苦しくなっていた一家の経済状況を立て直すべく16歳で映画界入りしました。1960年に「しかも彼らは行く」で俳優としてデビューします。映画「人生劇場」では高橋英樹さん、田宮二郎さん、渡里哲也さんを抑えて主演を務めています。そして一躍スターとなり、クールな2枚目のイメージを確立させました。その後、時代劇やホームドラマなどで幅広く活躍します。理性であったことから女性ファンが非常に多く、知的で優しいイメージが定着して、理想の夫ナンバーワンと呼ばれました。一方で、外面と内面とのギャップに悩まされ、気の休まらない日々が続いたといいます。役者として円熟味が増してきた矢先、友人が食道がんで1991年に死去したショックと、2枚目を演じるストレスなどにより、48歳頃から自殺の衝動を酒で抑え始め、心療内科での診察を受けてうつ病と診断されます。8年間の闘病生活の末に復帰、食生活も改善して闘病体験を語れるまでになりましたが、2009年に父と慕っていた森重久弥さんが亡くなったことによる精神的ショックで、以後再び落ち込みが激しくなり、食生活の改善を続ける一方で、一度は止めた飲酒と喫煙を再び続けるようになり、うつ病と糖尿病時に併発していた高血圧症の症状が再度現れました。2011年8月21日同日未明に自宅内で意識不明の状態で発見され、東京都大田区の病院に搬送、集中治療室で入院中と報道されました。脳幹出血の症状があり、治療が続けられていましたが、同日14時5分小脳出血により死去しました。8月22日日本キリスト教団の東京都民教会にて、近親者と石井福子さん、永山愛子さん、関口博さん、西郷輝彦さん、勝呂誉さんといった竹脇さんと親交が深かった芸能関係者らが列席し、密葬が行われました。 SNS 上では、綺麗なお顔をされていて、また可愛い感じの風貌だった、甘いマスクで素敵な方でした。若い頃の竹脇無我さんの美しいことと言ったらとの声が見受けられました。第7位は加山雄三さんです。1960年、男対男で映画デビュー、1961年夜の太陽で歌手デビューも果たします。 NHK 紅白歌合戦出場17回、代表曲も多数あり、後のフォークソングや
ニューミュージック全盛時代に先立つ日本におけるシンガーソングライターの草分け的存在であり、また日本で初めて多重録音を手掛けた歌手でもあります。映画エレキの若大将の主題歌として発売された君といつまでもはレコード販売350万枚の大ヒットになりました。俳優としてはそれまでの宝田明さんに代わって東宝の若手看板スターとして大活躍。映画若大将シリーズが大ヒットし代表作となりますが、一方で黒澤明さん、成瀬みきおさん、岡本喜八さんといった名将の作品にも多く出演しています。ブロマイドは女学生を中心に爆発的な売れ行きを記録しました。1965年にリゾート施設パシフィックホテル茅ヶ崎を開業しますが、1970年3月に23億円の負債を抱え倒産。ホテルは18億円で売却され、監査役だった加山さんは父の上原健さんと共に巨額の債務を抱えました。加えて女優松本めぐみさんとの結婚が世間を騒がせ、映画出演の減少も相まってかつてない不遇の時代を迎えます。ナイトクラブ、キャバレー回りをするもギャラはほぼ全額借金の返済に充てられ、質素な生活へと追い込まれますが、10年で完済しました。その後活動の主軸をテレビに移し、見頃、食べ頃、笑い頃をはじめとするバラエティ番組、江戸の旋風、大追跡、僕の妹になどのテレビドラマや、ドラマの挿入歌、僕の妹にのヒットで徐々に息を吹き返します。加えて理想の父親と呼ばれるほど世間からの好感が高く、山崎ナビスコのクラッカープレミアムで家族全員で CM 出演をするほど理想の家族としても認知度が高いです。 SNS 上では永遠の若大将、歌手であり俳優でもあり大活躍した、加山雄三かっこよすぎるだろとの声が見受けられました。第6位は渡里哲也さんです。スター候補としてデビュー前の記者会見では破格の扱いを受け、映画界待望久し、日活に驚異の新星渡里哲也の横断幕で大々的に売り出され、記者会見の場で瓦割りを披露し、翌日のスポーツ紙やニュース映像でも大きく取り上げられました。泣かせるぜで石原裕次郎さんと初共演を果たし、続いて赤い谷のケツとでも共演。裕次郎さんは当時の渡里さんの中に亡くなった赤木慶一郎さんを見ていたといいます。ブライより大幹部から始まるブライシリーズ6作品は渡里さんの日活時代の代表作となりました。同年には紅の流れ星に出演。この作品でも新たな魅力を見せるなど日活のスターとなりました。しかし映画界は斜陽の時代で日活も苦戦していましたが、渡里さんは他のスターとは異なる存在感を示し、新宿アウトローをぶっ飛ばせ、関東流れ者など最後まで日活ニューアクションと呼ばれた映画で輝きを放ちました。その後テレビドラマへ本格進出。主演ドラマ大都会戦いの日々は大都会パート2、大都会パート3とシリーズ化し、続いて主演した西部警察もシリーズ化され5年間放映されました。これら刑事ドラマでの角刈りにサングラスというスタイルは渡里さんのトレードマークとなりました。同時期に放送されていたクイズ100人に聞きました。ではサングラスといえば誰の問題で渡里さんが圧倒的人数で第1位を獲得しました。また1996年に大河ドラマ秀吉に出演。劇中では主人公の秀吉の主君である織田信長を演じ、大上界に放送された本能寺の変でのシーンは大きな反響を呼びました。 SNS 上では最高だったな、渡里哲也さんの信長、渡里哲也よりかっこいい信長いないだろ、一番好きな大河の信長は渡里哲也さん、
人格も素晴らしい方、尊敬しております。渋くて格好いいとの声が見受けられました。第5位は北王子金也さんです。同じ東映の2世スターで、同級生の松方弘樹さんとライバル視されました。松方さんは東映上の暴れん坊と売り出されたのに対し、北王子さんは東映上のプリンスと売り出されました。25歳で大河ドラマ龍馬が行くで主演、その後も大河ドラマには独眼竜政宗や北条時宗など多数出演しました。1977年高倉健さんと共に映画八甲田山に主演、1977年の日本映画第1位を記録し、高倉さんと北王子さんは第1回日本アカデミー賞主演男優賞を受賞しました。劇中での北王子さん演じる神田大尉のセリフ、天は我々を見放したは当時の流行語になりました。テレビ時代劇舞台を中心に活躍し、中心蔵の大石蔵之介はこれまでに3度演じています。ご存知、旗本退屈男、子連れ狼、名奉行大岡越前、隠密奉行朝比奈、剣客商売など時代劇に代表作が多いです。現在も活躍されていて、2015年11月秋の勲章で旭日小綬章を受章、2021年11月には京都市文化功労者として表彰され、そして2022年10月には牧野肖像賞を受賞しています。これは父市川歌右衛門さんと親子2代での受賞となりました。また2023年の文化功労者に選ばれました。20代の頃は酒が大好きで、深酒するのも青春を謳歌していると思っていたが、東映の先輩である高倉健さんの叱咤激励により生活態度を改め節制するようになったと語っています。以来高倉健さんとは親交が深くなります。ライバルだった松方さんをはじめ、東映時代の仲間であった千葉真一さん、渡瀬恒彦さん、梅宮達夫さん、山城慎吾さんらとも親交があります。1977年に一般女性と結婚、15歳の時に見初め、13年間の交際を経てのゴールインだったそうです。結婚会見で新婦は北王子さんのことを日常的に金也様と呼んでいることを明らかにしています。 SNS 上では80歳になっても男の色気と端正なマスク、それでいて謙虚で若い人との共演やコメディもできるのはすごい、どんな役柄もこなせてかっこいいとの声が見受けられました。第4位は松田優作さんです。松田さんは既婚だった日本人の父と韓国人の母の不倫の結果生まれ、異父兄と異母兄弟がいるという複雑な家族関係の中で育ちました。母の希望で下関の高校を中退し、一時アメリカに留学しますが、ほどなく現地の高校も中退して帰国します。1970年に関東学院大学文学部に入学し、1972年に文学座附属演技研究所の12期生となったことで大学を中退し、いよいよ役者の道を歩み始めます。下積み時代に知り合った村野武則さんの紹介で、ついに手にした配役が太陽に吠えろの刑事役でした。一世を風靡する人気を博し、刑事ドラマの傑作である太陽に吠えろ、石原裕次郎さん扮する東堂俊介をボスとする7局所捜査第1係刑事たちの活躍を描くドラマの第2シーズンともいえる53話からジーパンこと柴田純役で登場しました。最後の出演となった111話での壮絶な殉職シーンは今も語り草になるほどに伝説と化しています。このジーパン役で松田さんの知名度は一気にアップし、名実ともに人気俳優となりました。デビュー時はアクションスターとして注目されましたが、演出家に対して徹底して食いついて、カップに注がれた消え物のコーヒーについて、なぜ湯気が立っているんだ、これは誰が飲むものなんだなどと演出面にも追求するなど、
芝居に対して非常に勉強熱心で、個性派俳優として次第に役の幅を広げていきました。強烈なカリスマ性を持つ俳優であり、松田さんの演じるキャラクターや本人そのものをイメージした格好を真似る若者が増えました。 SNS 上では、容姿も雰囲気もかっこいい、演技もうまいし魅力的、シュッとしていてものすごくかっこいい、大好きとの声が見受けられました。第3位は石原裕次郎さんです。石原さんは日本映画の黄金時代を築いた昭和を代表する大スターです。主演を務めた映画「俺は待ってるぜ」「嵐を呼ぶ男」など数多くの作品をヒットさせ、裕次郎ブームが巻き起こり、この頃人気は絶頂を迎えます。1960年に交際が噂されていた北原美恵さんとアメリカ婚前旅行、4月には婚約を発表。結婚後も人気を維持し、紫陽花の歌、闘牛にかける男など出演作の興行成績が好調でした。1963年に石原プロモーションを設立。ドラマ太陽に吠えろでは、勇猛果敢な頼れるボスを講演し、幅広い世代からの人気を集めました。また歌手としても活躍し、銀座の恋の物語やブランデーグラスなどのヒット曲を世に送り出しました。劇中で歌うシーンが多かったが、コンサートやテレビ番組で歌うことには消極的だったそうです。佐世実さんの取材に対し、テレビカメラの前で歌うのは緊張して胃が痛くなるとした上で、あの中森明菜みたいな芸当は到底私にはできないと答えたそうです。性格として今でいう体育会系の気質があり、車の中や外、店の隅、店内で運転手を待たせることや、自分の車の中に一人でも人が残ることを嫌っていたそうです。ロケ先などで女学生に囲まれ、サインをねだられても断ることが多かったそうで、理由は真っ白な紙に名前だけ書いて渡すなんて試験の答案のようなものであることからと語っていました。困っていることがあると自ら率先して動くタイプでした。また人の悪口は絶対に口にするな、人にしてあげたことはすぐ忘れろ、人にしてもらったことは生涯忘れるなという信念を持っていました。石原プロの名物である炊き出しは、俳優やスタッフ皆が同じ釜の飯を食べようと、もともとは石原さんが考案したものだそうです。 SNS 上では、昭和の伝説、甘いマスクで育ちの良さが染み出ている方でした。最後まで生き方がかっこよかった、昭和の代表スター、借りた金の恩は一生忘れるな、貸した金のことはその場で忘れろという名言、実践したいけど無理ですね、根っからのスターだと思うとの声が見受けられました。第2位は田村正和さんです。高校在学中に映画永遠の人でデビュー、その後もいくつかの映画に出演しますが、1970年ドラマ冬の旅で人気に火がつき、以降繊細な2枚目役を中心にテレビドラマでの活躍が目立ち始め、眠り狂四郎は代表作の一つとなります。1980年代はうちの子に限ってに出演し、優柔不断で生徒に振り回される小学校の先生役が見事にはまり大ヒット。それまでのイメージを完全に覆す3枚目の役は、田村さんにとってターニングポイントとなりました。続けて「パパはニュースキャスター」「パパは年中苦労する」など数々のコメディドラマに父親役で主演しました。そして1990年代は元来のキャラクターである2枚目でダンディな男性を演じ続けた一方、パパとなっちゃんの愛する娘に振り回される父親役など幅広い役柄で主演。日曜劇場で連続ドラマになってからは、神さんの悪口に出演して以降、2021年5月までの時点で歴代最多の8作品で主演を務めるなど、テレビドラマ界での主演スターとしての地位を築きました。古畑任三郎では和製刑事コロンボ、
と言われる新境地を開き、10年以上にわたって演じる当たり役となりました。それまで刑事役は断っていましたが、古畑任三郎は普通ではない刑事が出るドラマで脚本を面白いと感じたため引き受けたそうです。ダンディという言葉がぴったりな田村正和さん。自分が思っている、そして見る人も思っている田村正和という役者を演じている。だから田村正和の美しい顔ができなくなったら役者を辞める、田村正和を演じられなくなったら俺は辞める、と語っています。プライベートを極端なまでに封印し、他人の前では決して食事をしなかったそうです。また自宅の台所には立つことはなかったそうです。 SNS 上ではカッコつけてると思わない、自然なカッコよさがある、いつまでも若々しかったからやっぱりこの人かな、スター一家に生まれ最後まで田村正和を貫いていたところがすごい、ハンサムの中のハンサムで美しい男という感じだった、との声が見受けられました。第1位は高倉健さんです。昭和のスーパースターの高倉健さん、見る者の心を揺さぶる演技と圧倒的なオーラを放つハンサムなビジュアルで幅広い世代の視聴者を魅了していました。人生劇場飛車閣に準主役で出演し、任侠映画スターとしての足がかりをつかみます。日本侠客伝では降板した中村金之助さんに代わり主役となります。高倉さんの寡黙な立ち姿と眼力が東映任侠路線でその威力を発揮します。スターであることを宿命づけられた高倉さんは以降、無口で禁欲的で任侠道を貫く男という像を壊さぬよう真の映画スターとしての生き方を貫きました。自らを厳しく律して酒を飲まず筋力トレーニングを続けていました。これ以降任侠映画を中心に活躍、耐えに耐えた末最後は自ら七に赴くヤクザ役を公演し、ストイックなイメージを確立しました。その後君よ憤怒の川を渡れにて主演、10年以上出演し続けた任侠映画のイメージから脱却しました。1977年には八甲田山、幸福の黄色いハンカチの2作品に出演し、第1回日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞と第20回ブルーリボン賞の主演男優賞のダブル受賞に輝きました。 CM にも数多く出演していますが、富士通の CM では幸福の黄色いハンカチで夫婦を演じた倍賞千恵子さんと再び夫婦役で共演、コミカルな演技を見せました。礼儀正しい人物であり、全ての共演者に挨拶を忘れず、監督やプロデューサーをはじめ若い新人俳優やスタッフにも必ず立ち上がり丁寧にお辞儀して敬意を払うそうです。千葉真一さんは高倉さんを一生憧れの存在で永遠の師匠と公言しており、健さんは厳しい人だけどちゃんと愛がある、そばにいて俳優としても人間としても大切なことをいっぱい教わったと辞書で述べ、春日太一さんのインタビュー本でも高倉さんとの思い出を語りつつ、僕は健さんの足元にも及ばないと答えています。また気持ちの通じ合った共演者には高倉健という名前を彫った高級ブランドの腕時計をプレゼントしており、千葉真一さん、田中邦衛さん、ビートたけしさんがもらっています。 SNS 上では渋くて良い男だと思います、渋いね、あの年の取り方したいね、憂いを帯びた表情がかっこいいと思う、男の憧れ、との声が見受けられました。いかがだったでしょうか。ハンサムという言葉がぴったりな整った顔立ちで多くの女性のハートを掴んでいました。当時は演じたキャラクターのファッションやアイテムを真似していた若者も多かったそうです。整った顔立ちだけでなく立ち振る舞いや生き様にもさらに引き込まれてしまいますね。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。